ためにです。違います違います。え、間違ってます。いやいやいや、エリーゼのために。間違ってるの。違う違う。いやいやいや、エリーゼのためにですよ。お手を見せます。え、どういうことですか。エリーゼのためにはね、はい、もっと明るく、はい、こう。いや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 、これエリーゼのためにじゃないですよ。ためにですよ。違いますよ。これエリーゼですよ。あのね、これエリーゼ、うん、ベートーベンでしょ。はい、ベートーベンのエリーゼのために。これベートーベンがね、はい、エリーゼさんを思って、うん、エリーゼに恋をしてたの、うん、それを実らせたい、こうエリーゼに気持ちを伝えたいって言って作ったのがこのエリーゼのため、はい、うん、暗い。あ、今弾いてたの。でも、はい、ベートーベンはエリーゼに振られてます、はい、この曲で、はい、この曲で、はい、もう言っちゃいますけど、はい、なんでか、うん、暗いから。おう、もしも、うん、この曲が明るかったら恋は実ってたんじゃないかなと。だから、はい、あ、間違った、ラじゃない、ここはラじゃない。これね、これでもエリーゼのためにじゃないですもんね。あの、実るバージョンです。恋が実るバージョン。実るバージョンですか、はい、むしろこっちが正解かなっていう。え、じゃあこれ私にもちょっと教えてください。弾きます。私も実らせたいです。してるんですね。恋はしてないですけど。本当に？このエリーゼのためにの恋は実らせたいです。実らせましょう。一緒実らせましょう。教えてください。もちろんめっちゃ簡単ですよこれ。本当ですか。最初は一緒、ミレミレ、ミレミレ、ミミシレド、ラじゃなくソ。ソ、ソ、え、ミレミレミシレド。上がった。上がったでしょ。上がってます。はい、で次が、はい、ドミソラ、ミレミレミシレドソ、うん、うん、レファラシ、レファラ、上がってるでしょ。上がってます。上がってる。上がってるんですよこれは。これちょっと恋実りそうな感じしてきますね。やってみます、一緒に。いいんですか。やりましょうやりましょう。実らせましょうこれで一緒に。できるかな。ちょっと緊張する。行こう。それでは、はい、お願いします。行きましょう。